スノーマン・メグロレン&佐野優と、勝負運、強いのは誰？逆黒ひげ危機一発で大騒ぎ。人気グループ、スノーマンのメグロレンが、14日スタートの TBS 系金曜ドラマ、トリリオンゲーム、毎週金曜50時、初回は15分拡大、制作発表会見に佐野優と、今田美桜、福本莉子と登壇した。イベントではドラマの内容にちなみ、勝負運を占うために巨大黒ひげ危機一発にチャレンジした。順番通りに樽に剣を刺し、金のテープが飛び出した人が当たりというルール。恐る恐る挑戦していく登壇者の中、最初の目黒は、めっちゃ楽しい、途上機嫌で、佐野は、怖え。ビビリです、とビクビク。福本は、大丈夫でした、と笑い、いつの間にかセーフ、かどうかを競う雰囲気に。その後も続々と剣を刺していく4人だったが、なかなかあたりは引き当てられず、これ、本当に出ます、と疑い始めた目黒が4周目にして、やっとあたりを引き、派手に飛び出した金色のテープを浴びた。しかし、さすがと拍手を浴びた当の本人はちょっぴり残念そう。